第106回全国高等学校野球選手権大会は8日阪神甲子園球場で大会2日目を迎え第1試合で大阪桐蔭大阪と興南沖縄が対戦1回戦屈指の好カードは大阪桐蔭が5対0で勝利し2回戦進出を決めた表夏の甲子園2024組合せトーナメント表 大阪桐蔭は2年生右腕の中野大吾高南はプロ注目のサウスポー田崎総司が先発田崎が大阪桐蔭打線をどう抑えていくかが試合のポイントと見られていた先攻の高南は初回先頭の山川総広が内野安打で出塁しかしここは大阪桐蔭の先発中野が無失点に切り抜けるその裏高南の先発 田崎も三者凡退に抑え、両先発が上々のスタートを切った。試合が動いたのは3回、大阪桐蔭が1・1・2塁から1番、吉田昇輝の2点タイムリースリーベースで先制すると、続く2番、宮本落球にも敵地打が飛び出し、この回3点を挙げた。さらに大阪桐蔭は4回、3連打で1・4満塁のチャンスを作ると、押し出し四球などで2点を追加。 試合を優位に進めていった。そんな中、高南も5回に西三塁のチャンスを迎える。しかし、9番、柿津大輝の外野に落ちそうな当たりを大阪桐蔭のセンター吉田がダイビングキャッチ。反撃の機会を逸した、大阪桐蔭の先発、中野はストレート、スライダーを中心に高南打線に最後までつけ入る隙を与えず、最後まで一人で投げ切り、見事な完封勝利を飾った。 勝利した大阪桐蔭の次戦は大会8日目第2試合明豊、大分対小松大谷石川の勝者と対戦する。